はいどうもはいはい、楽しく仕事の時間ですよ。ということで出来上がりました。作ってるというかもう卵食べると元気が出るからね。卵5ですけども、もうガチャガチャです。ガチャガチャ、千代の富士の引退会見の言葉を思い出しました。千代の富士関のね、気力もなくなり、まあそういう心境になるんじゃないかと。これ違う、卵を食べると元気が、失礼しました。集中していきます。いただきます。食べることに集中していきましょう。まず本日これ合同主政さん、ありがとうございます。いつもお世話になっております。大好きです。今日いい提案をいただきました。冬は冷蔵庫に入れなくても美味しいんですよと。冷蔵庫にね、入れる隙間がないとどうしようかなっていうふうに考えてるんです。その方が非常に美味しいんですけどっていう話をしておった。あ、今日も浅草ニューコイドに飲みに来ていただきました。ありがとうございます。素敵な会社で、ね、皆さんと、まあ、おかしくなっちゃう。はい、いきますよ。はい、乾杯乾杯乾杯。あ、出す。まだ飲んでないですよ。まだ飲んでないです。お茶感が残る、お茶感が残るんだよね。いいんだよね。いいんだな。うん。トマト美味しいです。ありがとうございます。美味しいです。ありがとうございます。朝行こう。千葉のトマト。あの優しいご家族3名様で。息子さんお二人連れてきてくださったおかげです。お母さんありがとうございます。こんな卵と一緒にトマト食べてます。いい卵です。見てください、いい卵です。卵屋さんがくださいました。これはあの有名な丸々ホテルで生食用で使ってる卵ですよと。木島さん使ってくださいと言います。召し上がってください。ありがとうございます。うん、ああそうですか。はい、ああそりゃそうだ、そりゃそうだわ、そりゃそうだわ。いや最後で卵食べると元気出んだから。取れてるか確認しました。醤油、卵食べると元気になっちゃうんだから、そりゃそうですよ。ああ飛んだ。うん、おいしい。いやおいしい。日本人は醤油だね。やっぱそうですよ。日本男児たるもの、たるものかたらぬものか知らんけど醤油だと、うん、そりゃそうだ。僕ら南の方の人間というか、まあ世論は他の人も知らんけど、金用醤油、金、直角の金ね、金出てるかっつっ、直角で金出てるっつっ、道路の線引きの時にはうわうわ、あー、トロリンコ、トロリンコしました、トロリンコしました。あります、道路の線引きの時には。大好きな先輩方、楽しかったね。道路の線引き時代楽しかったね。僕にとってはもう本当に感謝してます。あの道路の選手時代っていうのは本当に宝物です。あの当時の先輩、もうね付き合いがありますよ。好きですね。いい先輩、いい社長でしたね。いい先輩、いい社長。まあ、何を思ってたっていうことになっちゃうとまた難しいけど、好きです。いろんな学びがありました。あー美味しい、あー美味しいね。いろんな味で食べるのが好きなんですね、僕はね。そう、あーソースいい香りするね。ソースいい香りするね。いちいち見せなくても分かるぞと、そういうことでしょう。
いい香りする、ソースはいい香りする。うん、あ、おいしい、あ、おいしい、これソースいいわ。うん、ね、しっかおいしいわ、しっかおいしいわ。最高だわ。あ、とてもしい。ありがとうございます。これは夏でも冷えてなくても美味しいんじゃないか、これは。これいいんじゃないかい。そんな気がしてきたわね。いやー、ちょっと待って、まあ、冬はまあ間違いないけど、いやー、コメントの返信もせんでいかんからな。もう1週間以上も何日も返信もできてない。間に合わないです。今日は早い方ですよ。今日は早い。お、めちゃめちゃ早い、めちゃめちゃ早いです。12時45分です。めちゃめちゃ早いです。2杯目です。はい。乾杯、乾杯、乾杯です。あ、すいません。木島大好き萌え子ちゃん。浅草天才焼きそばニュー小江戸でも販売しております。皆様よろしくお願いします。よし。こんぐらいでいいんですよ。醤油と合うんですね。もよとちゃん相性がいいんだね。あー、いっしゃ、いいぞ。香りがしてきてるぞ、もう。もう香りがしてきてるぞ。ご覧なさいよ。どうですか、どうですか。うわ、最後にいいのが待っておった。ごめんなさい、興奮しちゃいました。幸せな、僕は君といる時が一番幸せなんだ。死ぬまで君を離さないぞ、いいだろう。二人よ、夕闇が包む二人よ、夕闇が包む。あれ、昔すごいだったんですけど、あのモノマネか。この窓辺に、あれ、ごめんなさい。やっぱね、サボるとね、弱くなる。それがね、人生ですよ。しかし、いい君です。いや、そういう意味じゃなくて、どういう意味かわからん、いい君です。いや、そういう意味じゃなくて、こういうことですよ。やばいな、この君は。確かに、鈴木さん、確かに鈴木さん、この君やばいっす。確かに鈴木さんおっしゃる通り、この君はやばいっすね。いや、でもこれ以上は無料で配ってんだから、無料で配ってんすから。今これ以上はあげらんないっすって。今の卵でもこれ以上なんかあげらんないっすって。今でも飲食業の常識から言ったらって話のところまで来てますから。やっぱり 20% で抑えて、こんな高くて売ってんじゃねえバカ野郎、へいへいへいとかいうコメントいただきますけど、いやいや、収まってないんですよ。まあ、それダメなことなんで、自慢して言う話じゃないんですよ。分かってんですよ。
本当は収めなきゃいけないんですよ。収まってねえんだな、これが。すいません。いやー、そうなんですよ。考えないとね。卵配っちゃってる。そんな生卵苦手な方からしてみれば関係ねえよと。ね、俺はもらってねえんだと。私はもらってないから関係はないわよと。私はねえっつっていう話なんですよ。まさに。まさにそうなんですけどね。いやー、この黄身お卵美味しいな。どんどん欲が出てきて、もうちょっと美味しくなるはずだ、美味しくできるよねっつってなるんですよね。ちょうどいいところいかんといかんのだけど、麺の茹で置きの話もそうですよ。最後デザートです。もう酔っ払う、もうこんだけで酔っ払うようになっちゃったから、もうね、ほんと経済効果じゃない、経済的わからん、わかんないです。幸せです。そういうことです。最後デザートトマトいきます。千葉のトマトどうでなし、ありがとうございます。お母さんもですけど、息子さんたち暑い中ね、一緒にお二人ついてきてくださって本当にありがとうございます。素敵なご家族だね。いいなと思ったね。まあ、強い体の男子お二人、またぜひねお会いしたいです。浅草天才焼きそばニューコイドでお待ちしてます。美味しいな。トマト好きなんですよ。本当に。酸っぱ。ああ、ビタミン C。ビタミン C です。楽しいね。ということで、卵食べると元気になるからね。まあ、もともと元気ですけども、卵食べて余計にね、元気いっぱいになると。2倍どころか、もう知らんか、最近の若い人たちはもう2倍って知らんね。卵5倍だから5倍ですけど、卵食べて、千葉のトマト食べて、絶好調です。今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃう。おやすみなさい。